私、杉野と申します。みどりちゃんを預かりしてた保育園の保護なんです。こちらは岡本さん、お父様なんです。本当でしょうか。疑うようでなんですけど、みどりちゃんが舞台に出るようになってからいろんな方がいらっしゃるんで困ってますの。いいえ、この方は間違いありません。みどりちゃんに会えばわかると思いますわ。しばらくお待ちください。ちょっとお待ちください。先生、やっぱり会わずに帰りましょう。何をおっしゃるんですの。どうぞお願いします。いや、ちょっと待ってください。実は娘に会いたい一心で前後の考えもなくやってきましたが、10年も前に別れて今ではただ名前だけの父親です。それに長いこと戦地にいて、今では何にも持ってない、ご覧の通りフラブレター親父です。今頃突然名乗って出てはかえってあの子に悲しい思いをさせるばかりです。その上あの子は皆さんのおかげで幸せに暮らしていることが分かりました。私も若い頃は音楽の真似事をやりました。やっぱり緑もそんな治療を受けたんでしょう。だからきっと今の生活を喜んでいるに違いありません。私も心から喜んでおります。こんなことを申し上げては誠に身勝手ですが、今しばらくあの子を皆さんと一緒に置いてやってはいただけないでしょうか。あなたなら私は安心してお願いできると思います。そしたら一生懸命働いて一日も早くあの子を迎えに参ります。どうかそれまでは今まで通り親のない子だと思って可愛がってやっていただけないでしょうか。お願いします。先生。お父さん、みどり、行くなら私も一緒に行くわ。放っていくわけじゃないよ。ねみどり、もうしばらく辛抱しておくれ。え？そのうちのお父さんきっと迎えに来るから。私どんな辛抱だってするわ。けどお父さんと別れるのは嫌。どうしても嫌だわ。今まで私がどんなに寂しがってたかお父さんにはわからないの。私歌が好きよ。でもお父さんがどっかで聞いててくださると思って一生懸命歌ってたの。ねえお願い、一緒に連れてって。どんな辛いことだって我慢するから、お父さん連れてって。みどり、勘弁してくれ。お前にそんなにまで苦労させてお父さん悪かった。もう決してお前話さないから。皆さん、どうもいろいろとご厄介になりました。私はこの子を連れて帰らせていただきます。この先どんな苦労してもたとえ石にかじりついても立派に育ててまいりますから、どうかご安心ください。でも岡本さん、これからどちらへいらっしゃるおつもりですの。それは別にどうかと。ねえ、いかがでしょう。よかったら私たちと一緒に。いえ、いっそのことこの一座にお入りになりませんか。え、さっき音楽をやってらっしゃったとおっしゃってらっしゃったし。いや、私はとてもそんな全くの素人系なんですから。でもみどりちゃんと一緒に暮らせるんでしたらね。岡本さん、それに今みどりちゃんを辞めさせるのはかわいそうですよ。同感だな。ねえ、いかがでしょう。ありがとうございますが。ねえお父さん、私服が好きだしお父さんが一緒なら嬉しいわ。お受けになりましたら、でもあまり虫が良すぎるよ。いいえ、私たちの方からお願いしてるんですの。そうですか。ではお言葉に甘えまして。嬉しいわ父さん。よかったね。よかった。よかった。
寂しい、羨ましいことを